松木さんの話を聞いてたよね。サッカー感聞いてみたいじゃん。あとラモスさんとかもね、僕がオリンピック代表から落ちた時にいろんなエピソードがあったりするんですよ。シンジさん、高原さん、いや、まあ僕のアイドルなんですよね。ケンさん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は、ケイタさん、今までいろんな方々でこのチャンネルで対談してきたじゃないですか。はい。ケイタさんが今後こういう人と対談したいみたいな話ちょっと聞ければな。うん。選手だけじゃなく、こういう人とちょっと喋ってみたいとか。まあ、トレーナー？トレーナー。うん。こう体をどういう風にこう扱って、どういう選手がこうどうだったみたいな話とか、多分長く選手を見てるんで知ってると思うんですよ。ケイタさんもつけてました。つけてましたし、チームにもいましたし、でそういう人の話も面白そうでしょ。そのマッサージされてる時に出る裏話みたいなのありそうですよね。そうね、やっぱプライベートみたいなところであったり、そのメンタル的なケアみたいなところもやってるので、いわゆる選手をサポートする側としてですよね。あとはそれがジュニアアスリートとかね、そういった子たちにとってもこういうケア今のうちにしといた方がいいよとかっていうね、リアルな声とかもあるだろうし、あとはチームのマネージャーやってた人とかね、まあ僕のレッツの時のまあ名物マネージャーがいて、この方の一言によって選手が救われるっていうこともあるわけですよ。ケイタさんの時はちなみにマネージャーさんは水上さんっていう方がいて、この方はまあもうレッツの最初の頃からずっとあのマネージャーでいて、僕はあの試合の前実にホテルに泊まった時によくそのマネージャーの部屋を訪ねて、コンコンとトップで活躍してた選手っていうのはどういう過ごし方してたのかとか、どういう話をしたのかとかっていうのを聞きに行ったり、うん。それはチームの中の役職で主にどういう仕事になるんですか。選手のユニフォームの準備とか、ホテルに入る時のご飯どういったものを出すのかとか、それから監督スタッフの方の、ケアとか、まあ、選手のケアもそうだし、で移籍してきた選手たちからするとどういうふうにこのチーム振る舞っていったらいいのかなみたいなとか、選手の特徴とかっていうのを知ってるし、一番知ってる内情を知ってるみたいな。ケンさんも水上さんに女の子と相談したとかあるんですか。小野伸二さんどうだったとかっていう話とか、こういうことをやってたよとか、こういうふうに考え方としてはこうなんじゃないのとか、面白いんですよ。いろんな話出てきてます。そう、出てくるんですよ。そう、そういう裏方さんの話っていうのもね、まあ聞いてみたいな、うん。あとは元選手でいうとね、松木さんの話を聞いてたよね。で今解説っていうかね、解説なんですけど、ちょっと異質な解説者じゃないですか。サポーター代表みたいな感じの解説してくださりますけど、本当はヴェルディの監督もやられてましたから、サッカー詳しいわけですよ。でもよりその、まあ、地上波に合わせて一般の方でも分かりやすいような、こう解説というか応援というか一緒に見てる感みたいなのを表現される方ですけど、サッカー感みたいなものも聞いてみたくないですか。いや、めちゃくちゃ聞いて、ね、サッカー感聞いてみたいじゃないですか。あとラモスさんとかもね、選手であり監督もやられてましたし、あとは表向きはこうだけどすっごい優しい人で、僕がオリンピック代表から落ちた時にいろんなエピソードがあったりするんですよ。もうラモスさん覚えてないかもしれないですけどとかね。ちなみにそれは、それ僕言っちゃったらだってもうラモスさん来てもらう意味なくなっちゃうじゃないですか。どうでしたって言って、ね、聞いてみる。で覚えてないよって言ったら僕はこうのことあったんですよって話もできるかもしれないですけどとかね。みたいです。いや、ね、ラモスさんね、すげえ優しかったのよ。あとは現役のね、海外組の選手たちのね話とか聞きたいですよね。この人特に聞いてみたいなみたいな人いますか。これはもう三笘選手聞いてみたいでしょ。鎌田大地選手とかね。ケイタさんの同世代の方は、コマのコマちゃんの話聞いてないんですよ。確かに。そう、コマちゃんの話は聞かなきゃ聞かなきゃ、 YouTube 出てよって話はした気がします、この間会った時。本当ですか、うん、この前コメント欄に、コマノさんは俺はまだ呼ばれてないって言ってましたみたいな一般の人からのコメントだと思うんですけど、あった、そんなのコメントありました。あ、そう。いや、
俺でもね言ったんだよね、言った記憶あるよ、あります、あの出てよっていいよって言ってた気もするんだけど、ほらユースとか教えてるのかな確か、ちょっと忙しいんだよね、だから広島までやっぱ行こうか、あそうですとかね、あと同世代前田良一、あね、今日本代表のコーチやってますけどね、昔ケイタさんのヒストリーの動画最初に撮ってたじゃないですか、うん、その時に小野さんとか高原さん、新次さん高原さん、それはもう僕のもう静岡の大先輩ですから、もちろん出ていただきたいですよ、ただねなんかオファー出す時多分緊張して手が震えそうなんだけどあでもね新次さんこの間誕生日で LINE くれたんですよ、え誕生日おめでとうって、めちゃめちゃ嬉しかったやっぱね、いやまあ僕のアイドルなんですよね、マラドーナ、ロベルト・バッチョ、小野伸二、その方から LINE で誕生日おめでとうなんてね、どんな感じの LINE なんですか、どんな感じの LINE？ 普通ですよ、ハッピーバースデー、素敵な時間を過ごしてくださいなって、あとはね、遠藤選手ね遠藤選手お願いしたいんですけどね、やっぱお忙しいみたいですね、僕約束しちゃったんですけど約束守れてない自分がいるっていうちょっと後ろめたさもある、10万人の時ですもんね、はい本当に皆様申し訳ございません、私の力不足でございます、あとはカズさん、関係性的にはカズさん静岡の先輩ですし、ピッチに立つ時にですね、お前静岡出身なんだろって声かけてもらったとかっていう記憶もありますし、いやどこかの記念に来ていただきたいですよ、いや来ていただきたいですけどね、僕の力不足が今ねあるのでね、頑張らないと、あとはなんかファンサポーターの方ともねなんかこう絡みたいなとは思ってますよね、これはあのコロナ前の時に、まあ、そういう企画はしてたじゃないですか、はい、やっぱコロナになってしまってなかなか難しいよねになりましたけど、そろそろそういった町にも行っていろいろお話聞いてみたいなと思いますよね、やりましょう、そうですね、うん、中の人目線じゃないのあると思うんですよね、うん、僕の頭の中には今なんかいろいろと考えてることあるんですよ、あこういうことやりたいなみたいな、こういう風にやりたいなみたいな、いろいろあるんですよ、一個だけなんかダメです言ったらやんなきゃいけなくなっちゃ う, もうどん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 ね、そういうねがんじがらめになってやらなきゃいけないこと増えちゃうから、ちょっとそれはね皆さんお楽しみにしててほしいなと、プラス視聴者の皆さんがケイツさんこの人と見たいですよ、あそれを言ってほしいですよね、あのぜひですね皆様あのコメント欄の方にこの選手との対談見たい、なぜならこういうこと聞いてほしいんだよねみたいなところまであるとなんかちょっと嬉しいなと思うので、ぜひですねコメント欄にいただけたらなと思います、我々もキャスティング頑張ります、はい、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。